那。 では。 そうか。 俺の番だな。 よし、行くぞ。
強くなっちまったか。 くそ! 親父のくせに! 次に見かけたらダダじゃ浮かねえぞ! その元気がありゃ、ちった親孝行に向けるこったね。 しかし… ブリーチジャパンがここまでする連中だったとはな。 ひでえな。 奴らの目的ってのは、本当にグレーな部分をなくすことなのか。 あの連中の大義名分は立派でも、 本音は支援金もらうのが目的なんだろうね。 大義名分があるとはいえ、 やってることは結局、いじめさ。 嫌な時代だね。 さてと… すっかり遅くなったし… 帰るか。 ああ。 悪いね。 二度も助けられちまって。 どういたしまして。 また掃除が必要な時は呼んでよ。 ちょっと待ちね。 ん? あんたたち、ホームレスなんだろ? ああ。 ここに住まないかい? 2階の1部屋を貸してやるよ。 え? え? 本当にいいのか? それは助かるぜ。 でも、1部屋潰す余裕なんてあんのか? 女の子の仕事が減って、金に困るんじゃ。 別に私は、お人よしで貸そうってんじゃないんだよ。<笑>